というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャー大歓迎、パーカッションのワークショップやってまいります。高文がお届けします。よろしくお願いします。じゃあ叩いてみます。まずベース、モフ、オープン、オープンスラップ、クローズスラップ、スーパースラップ、で、クローズ、で、ヒールトゥ、で、フィンガーっていうのは、まあ、装飾譜みたいな感じ。ネイルっていうのは、爪。で、まあ、スティックで叩くこともありますっていう感じです。はい。まあ、こんぐらいありますので、何からね、やったらいいのかっていう。で、みんな大体その、オープンからやるかなと思うんですけれども、一応ね、僕のおすすめというか、こういう風にやったらいいんじゃねえかというね、この習得のロードマップというのを作りました。この順序でやっていったら、パイとか余計なこうね、紆余曲折をせずに、こう、すんなりと習得できる、成長できるのではないかなと。ベースはですね、この米に対して、ただこの手のひらを落とすっていう、これだけでございます。はい。で、この手がすべて同時に当たるっていう感覚をまずは身につけると、後々便利。コンガでも便利だし、まあその他あらゆるパーカッションで便利でございますので、このロードマップの最初にベースがなぜあるかっていうと、こう、最初にこの手のひらがすべて同時につくっていう感覚をちょっと養っていただきたいんですね。だから、日々の基礎練習とかでも、着地、着地、着地ってやって、すべて同時につけてるかなっていうのを自分で認知、把握できるようになっていただきたいんですよ。で、あとは、この腕を落っことす感覚ね。いきなりオープンとかで、えい、えい、えいってやると、こう、それ、えい、えい、えいってこう、力んじゃう方がいますので、まずこれ、落っことすだけでいいんだよっていうね、感覚もちょっと養っていただきたい。このダメに対して落とす、落とす、落とす。もうこれだけです。はい。モフ。はい。モフのやり方。まず指揃えます。指揃えます。で、今このベースやりましたね。はい。この形でこのままズズズズっと来てください。このままね。要するに手のひらが水平の状態でズズズズと来ていただいて、特に触れるのは、まあ、この辺りになります。指の、第二関節近辺ですね。で、この辺りを一つの面にして、で、触れた後、離しません。フレッパで OK。まあ、目安としてはだいたいこの半径の外から3分の1にこの自分の指の第二関節あたりが乗って、そこに体重がグングングンとかかれば音量があって音圧があってムッっていうね、ムッっていう音が出せると思います。で、毎日ちょっとずつでもやると、この指を揃える感覚だったり、ちょっとこうね、圧力をかける感覚っていうのが得られますので、ぜひやってみてください。ということで、ようやくね、オープンなわけなんですよ。オープンっていうのは基本の気温ですね。はい。モフが綺麗にできた人は、今まあ密着させてるじゃないですか。で、これを、打ち放つだけです。はい。モフとオープンは、打ち放つか放たないかの違いだけです。はい。まずモフの形。モフを当てる。で、モフの時は少しだけ下方向に圧をかけている。で、この圧力をだんだん弱めていきます。するとこう、浮くようになってきますね。で、完全に離れた段階で、こう、ボールを弾ませるように、バウンドさせるように、手をこう、ストロークしてください。で、これが綺麗にできると、このオープンがめっちゃ綺麗になるんですよ。だから、モフやった方がいいよっていうのが、私の提案です。はい。この3つが、まずそういう低音系ですね。低音属性の皆様でした。はい、続いてクローズとクローズスラップいきます。まずやります。クローズ。クローズ。いわゆる、一番小さい音。目立たない音になります。なので、限りなく、楽に指先で触れるだけです。はい。ねえ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 って。ちょんちょんと肩を叩くくらいの感覚で、当たるのは指先で、同時にこの打面を叩く。っていうかまあ、触れるっていうぐらい。触れるっていう日本語が一番近いかもしれません。もうね、触れる感覚。ねえ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 。はい。ここからスラップいきます。クローズとスラップを手の形とかを同じにして、この圧力、打面に対する圧力だけを変化させます。このパっていうカっていう音を鳴らすときには一定以上の圧力が必要になります。この打面に対するね。で、圧力を得るためにどうすればいいかっていうと、このショットスピードを速くする、または振り上げればいいという感じです。ちょっと高さを持たせると勝手にこの腕の重さがエネルギーになって圧力かかりますから、スラップになります。で、今ここのシールが貼ってるところがすべて同時です。すべて同時に着地するように、落としてみてください。もう一回いきますね。クローズで手の形を作る。今触れてるのはここ。あ、ここだな。よしよしよしと。で、このままこれを持ち上げて落っことす。で、意識としては限りなくすべてが同時。はい、よくいただく質問いきます。スラップって、この指揃えるんですか？揃えないんですか？っていう話です。はい。これ、どっちでもいいです。どっちでもいい。すべての太鼓に共通ですけども、指揃えたら低くなるし、指開いたら高くなりますので、開いたら、こういうちょっと高めの音になりますし、閉じたら、なんて言うんでしょう。ちょっともうちょっとまとまりがある。いろいろ調整して、まあお好みの音っていうか楽曲に合った音を選んでいただければいいのかなと思います。そのまあ原理を抑えれば、究極的には、まあ今ここでやっていただいてますけれども、どこでも鳴らせるようになります。大鳥です。オープンスラップ来ました。オープンスラップが一番特殊かなと思いますけれども、まず打面に当たる場所は、クローズスラップとおおよそ同じ位置でいけるはずです。つまりこのシールが貼ってあるところね。シールが貼ってあるところが同時に当たるわけなんだけれども、クローズスラップの時は着地、設置した状態で、オープンスラップの時は放つ状態になります。オープンスラップの方がクローズスラップよりも楽です。感覚としてはもう放っちゃってるんで。放っちゃってるんで自然にこの位置が同時に当たります。同時に当たって跳ね返る。はい。で、ここは残したままでも、つけたままでも OK。まあ、離してもいいんだけれども、離す方が逆に難しいと思いますので、打ったら指だけ自然にバウンドさせた形にすると。はい。で、初めのうちはですね、あんまりこう、いっぺんに全部やらなくていいかもしれません。今日ごめんなさい、ダイジェストだから、いっぺんにやりましたけど、要は、この3属性ありますんで、今日はこれをやる。あるいは、しばらくね、ここ1週間はこれに集中してやるっていう風にやった方が多分上手くなれるスピード早いかもしれません。まあ30分練習しようってなった時に10分、10分、10分でやるよりかは、例えばね、こればっかりしばらく、30分かけてじっくりやる。ベース、モフ、オープン。で、それぞれが自分なかなかいい感じじゃんってなったら、その音色チェンジってやってみる。例えば、モフ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 、オポ、モモモ。モフとオープンだけで音色のチェンジをやってみたりっていう風にやって、ああ、モフとオープン、もう私完璧よってなったら、今度この属性2番ね、クローズとクローズ系、ハイピッチのやつをしばらく1週間ぐらいやってみるとかね、やるといいんじゃないかなと